こんにちは。ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、そしてミスター M さん、速稼塾の久保でございます。いつも動画をね、送っていただきましてありがとうございました。今回はですね、ふくらはぎの上部の方に負荷をかけて自重でですね、筋肉をつけていこうというプログラムでしたけども、皆さんいかがだったでしょうか。まだご覧になってない方、動画概要欄に URL 貼り付けておきますのでご覧いただきたいと思います。で、今回ですね、私の方からこの筋トレをするための動機っていうのがね、みんなそれぞれあると思うんですけども、そういったことにちょっとね、切り込んでみたいと思うんですよ。私の場合は将来ですね、10年後とか20年後の体を作るために今からやっておきたいなっていうふうなことをトレーニングとしてやってるんですよね。例えばですね、怪我をした時でも回復が早いのは筋肉がある人の方が有利だと思うんですよね。それより何よりも筋肉があると怪我をしにくくなるっていうところがあります。ミスター M さんも以前ね、免疫力をつけるってことを言われてましたけども、確かにそういうふうな免疫力っていう効果も高いと思いますけども、単純にですね、筋肉があると例えば転んだ時でも怪我しにくいんですよね。筋肉がクッションになりますから。でも筋肉がないとそのまま骨にぶち当たって折れてしまったりとかするんですよね。実は私去年の9月ぐらいに、転倒してですね、肩を脱臼したことがありました。ドカーンとここね、骨っていうかこう出たんですよ。骨ですけどもね、骨が白い骨が突き出たわけではないんですけども、ここが盛り上がってしまってね、すぐにレントゲンを名古屋で受けたんですけども、骨がこう外れてですね、飛び上がってしまって、それがこの盛り上がって見えるんだよって、コブみたいに見えるんだよっていうふうな診断を受けたんですよ。で、それを手術で治すっていうことができるそうなんですけども、まあ私はほっといたんですよね。というのが、一晩で痛みが収まって、大体2日目には気にならなくなったんですよね。それ以来放置しておいたら、だんだんこうね、たまに肩を押さえることはしてましたけども、プロテクターとかつけて、結局何もせずに元通り治ったわけなんですよね。で、筋肉のおかげで怪我もなかったですし、筋肉のおかげで治癒も早かったのかなっていうふうに考えてました。私も地元に帰ってきて病院に改めて診断を受けたんですけど、3日目にしてですね、もうね、手術の必要はないですよというようなね、ほっといてもいいんじゃないですかというふうに言われたわけですよね。そういう意味もあって、筋肉鍛えておくと将来も風邪にもかかりにくいですし、病気にもなりにくいということもあったり、あと怪我をしにくかったり、で、怪我をしても回復が早いってことをね、やっぱ体験した部分もあります。これはですね、47歳にしてこういうふうな状態、要するに怪我をしてもすぐ治るって状態ができたってことは、30の半ばぐらいからやっぱ体を作っておいてよかったなっていうのと、ひいてはですね、10代の頃にかなり激しくね、体を使ってきて鍛えておいたのが今肉体資産になってるなっていうふうに感じるところなんですよ。で、そこでですね、今回私の動機としては、将来の健康のためっていうことで、10代の頃、20代の頃、30代の頃、10年先、20年先の体を作るために、トレーニングをね、軽くやったところはありますけども、ミスター M さんはじめとしてですね、他の方はどうなのかなと、どうして筋トレやろうと思ったのかなっていうふうな動機をちょっと今回はね、聞いてみたいと思いますんで、ミスター M さんもお聞かせいただければ幸いですけども、その他ね、動画をご覧になった皆様が、こうやって私は筋トレとかね、ダイエットすることになりましたとかね、あとこういうふうなきっかけがあるんでやってみたいと思う、こういうふうな動機があるんでやってみたいと思うんですよっていうのがありましたら、ここでね、シェアできたら面白いんじゃないかなと思います。ぜひね、何かね、自分なりの動機がある方はね、ミスター M さんの方にコメントを書いていただくか、ご連絡いただければ、多分ミスター M さん回答してくださると思いますので、いかがでしょうかということでございます。それでは改めてになりますけども、今回のふくらはぎを鍛える動画ね、この下の方に URL 貼っておきますので、ご覧いただければ幸いです。それでは、いってらっしゃい。